はい、どうも、アレハイです。よろしくお願いします。はい、ということで本日撮影なんですけれども、翔平さんからあるものをお借りしました。なんか僕もちょっと編集してる時に見たんですけど、それがこちらになります。走れ大井チャンネル with ゴリスポが手掛ける GSS ね、グラブの守護神クローザーになります。はい、まあ、クローザーとは何だと、いうことですが、まあ簡単に言っちゃえばグローブオイルです。液体タイプのグローブオイルなんですけれども、どちらかというと使用する際は捕獲系ですね。汚れ落としとか終わってその後の工程の捕獲の部分のものになります。まあ言っちゃえば化粧水って言ったらいいのかな、人間的に言ったら染料で言ったらトリートメントの域に入るのかなと感じになります。でちょっと中身が若干まあ半透明めな液体になっていて、捕獲っていう点で言うとまあ普通のグローブオイル、汚れ落としは別なイメージで言ったら、まあ、僕の中の捕獲だとよく使ってるのはザラックスのスコアラオイルだったりだとか、代わりにそのしっとりさを与えるっていう点なタイプのオイルですね。保湿剤、乳化剤、まああとは腐らないために防腐剤が入っているといったような感じです。でまあどういう場面で使えるよっていうのが、まあ、片付け後、湯もみとかシームとか片付けをした後にまずそのタイミングでの保湿で、あとは皮がかさついてしまった時の保湿、それはたくさん使ってれば皮って人間もそうですけどだんだんカサカサしてくるじゃないですか、まあ、特に冬の時期とかそういった時とかにささっと、使うような感じで、雨で濡れてしまった時、まあ、今日もねちょっとどんよりした天気ですけれども、まあこれからの時期シーズンは今始まって、6月7月とかになってくると梅雨も来ますしね、あとはまあ突然の雷雨とかだったりとか、そういった後にちゃんと乾かした後、さっき言った乾燥でパリパリになっちゃうんですよ。そういう時に使ってくださいと。でまああとはグラブの仕上げ、これが一応保湿っていう点では合ってるのかな。お値段がこれが 200ml の方なんですよ。 200ml の方で2640円となっています。であと400、これの、まあ、かける2、4980円となっているので、正直お買い得なのは400を買った方がお買い得です。まあでも最初はどういう感じのものかなっていうので試すんだったら、まあこれでもいいのかなといったような感じです。でまあ今ねモンタナさんをはじめいろいろなところで GS 取り扱っております。まあ、僕らでいうと前原さんだとかよくお付き合いをしている店舗さんでも取り扱いをしていて、今だいたい10店舗ですね、こちらのねクローザーの取り扱いありますので、グローブクローザー、まあそこでスパイクもオーダーできるのかな、まあ、GS の取り扱い店さんありますので、ぜひねお近くに来られた際はぜひ入手してみてください。はい、ということで、まあ、じゃあ実際僕もね使ったことないんですよ。なので最近試合で使ってます。畠山伏水トライ選手モデル、この前の試合でまあ砂ぼこりひどいところでねやりまして、風もまあまあありましたといったところで、ちょっと背面は汚れ落とし等々やっちゃったんですけども、中身がちょっともうまあ砂ぼこりのかさつきと、まあ、たくさんちょっと受けてきて、もう2、3試合受けてオイル入れてなかったんでちょっとかさついてきてるんですよね。なんでこの液体タイプのクローザーを使って保湿していこうと思います。はい、じゃあねまずは、まあ、僕のお供ですよ。ちょっと汚れ落としさせてください。あんまりにも汚れてしまってるんで、クローザーのポップにもね表紙にも書いてあるんですけれども、まず汚れ落としはしてくださいということなので、決して汚れ落とし剤ではない、レザーローションとかスーパークリラ系のオイルではないので、あくまでも保湿なので、ここでねしっかりと汚れ落としをしないと毛穴にその汚れが残ったままになってしまうというので、そこはまあ別途、ブラッシングなりクリラ系、マルチクリーナーだったりレザーローション系でしっかりと落としてから、やるようにしてください。まあ、今回に関しては、まあ、砂ぼこり系の汚れの方が、主なので、ちょっとブラシでさささとやっていこうと思います。これ本当はもっとひどかったんですよ、背面。まあどうしてかというと、まあもちろんね河川敷のグラウンドで僕らってやること多いので、まあそれがありますよね。まああと1個ね、シーズン始まってからね、まあ踊るようなキャッチャーなんでね、今ねもう本当にまあ小田裕二もびっくりなぐらいのね踊るキャッチャーをやらせていただいておりましてまあピッチャーが真ん中に投げてきてくれないと、まあ、シーズン始まったばっかりだから仕方ないですかね。ちょっとラガーズなんだろうな、翔平さんいなくなって気が抜けてんのかな、よくないな。でエースはエースで肩痛えとか言ってボール投げねえし、他のピッチャーは腕縮こまって投げねえし、投げねえしじゃねえ、投げてこれねえしって言った結果、今キャッチャーというより僕今壁やってたりとかダンスやってる方が多いので、めちゃくちゃはいクリピーナッツもびっくりなダンスをやらせていただいておりますので、ちょっとした愚痴でした。はい僕がもっとおおらかになればいいなと思います。
砂ぼこりとしては落としたので、じゃあ早速使っていきますか。液体タイプなのでタオルとかは正直まああった方がいいですよ、あった方がいいですけど、ダマにならないっていうのが一番なのかなと僕の中では思っています。っていうのもやっぱミストで、液体タイプでもまあいろんな種類ありますね。捕獲オイルじゃないですけどレザーローション系だったりだとか、まあちょっと垂らして使ったりとか、するようなものもありますけど、これに関してもミストですね、こういうシュッシュってやるタイプなので浸透性は抜群だなというふうに思いますし、まんべんなく広がってくれるタイプなので、まあタオル、ささっと吹きかけて手で少し出せば伸ばせばいいのかなっていうぐらいの大丈夫だとは思っています。じゃあちょっと吹きかけていきますか。いきまーす。あ、バッサ、早速いきます。おー、はい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 、今4プッシュですね。4プッシュして最初こんな感じなんで、ちょっと、お、本当に浸透性いいな。表面のその水の気泡みたいなのがもうないので、多分伸ばすにそんなに伸ばせないのかなっていう、まあ、だからシュッとした後伸ばしたい人はすぐに伸ばした方がいいかもしれないですね。まあ本当にだから、今4プッシュ伸ばしてみて、まあ少し置いてから伸ばしてみて、こんな感じなので、ちょっとプッシュした後にすぐに伸ばしてみますね。いきます。はい、今10プッシュで伸ばします。あー、柔らかくなる皮は。やっぱりイメージで言ったら、そのプッシュした後の肌触りとか伸び感で言ったらプロテオスに近いかも。まああれもスプレータイプなんでね、ただ中身多分全然違うんですよね。同じ捕獲ではありますけど、どちらかというとタンパク質系ではありますが、こっちの方がしっとりしてる感はあります。ただベタッとしてるわけでは全然ないです。で今、はい、4プッシュ最初やって、その後伸ばさなかった後にちょっと10プッシュやって素手で伸ばした感じ。まあ土手はね、特段そんな傘がついてなかったのでそのまんまなんですけど、ポケット部分の傘つきっていうところは抑えられているのかなというような感じがします。浸透性がいいし、振った感じ、触った感じ、手で伸ばした感じ、軽いんですよ。でもしっとりするっていうような、魔法って感じがしますね。ないな、似たオイル確かにないな。これに近いっていうのも特にないかな。確かにスプレータイプの保湿、捕獲するオイルってそんな多くはないんですよ。やっぱり固形タイプの方が多かったり、まあ有名どころで言ったら畑山のグラブワックスとかっていうのも保湿、まああれはちょっとグリップも入ってますけど、が正直近いですね。でこれサラット系の保湿捕獲オイルっていうとよく聞かれるのはスクワナオイルなんですけども、触った感じ、塗った後の感じはスクワナオイルの方が比較的近いです。ワックス系のオイルより保湿っていう部類に入れると。でもスクワナオイルも伸びはいいです。伸びはいいし軽いんですけど、あれは固まりやすいんですよね。手で塗る分、手で塗る分固まりやすいので一点集中しちゃう可能性もあります。それはジェルオイルも同じ認識なんですけど、これってスプレータイプなんですよね。スプレータイプなので全体的にかさついてても均等に触れる。なおかつじゃあ一箇所だけすごい固まってるってなったら、そこ集中攻撃するっていうのはありなんじゃないかなっていう、そういう使い方ができるオイルとなっています。で、はい、今こちらね、翔平さんの源田選手モデル、あのですよ、あの翔平さんがですよ、絶対にグラブを、やっぱ絶対にとは言い過ぎだな、9割型グラブを磨かない、人によくね、これ磨いといて撮影のネタになるでしょって言って絶対にね、ここ最近は磨かない翔平さんがやったんですよ。はい、いつもはこれカッサカサです、本当に。なんですけどちゃんとしっとりしてるんですよね。まあもちろんもうある程度使ってるんで擦り切れっていうのは乾燥したら出てきます。逆にこれがいい例かな、人差し指下とか親指下とかもうこれは元々の擦り切れなので、まあ、そういったところで言うと乾燥するんで出てきます、出てきますけど、それだけ乾燥性がいいっていうような感じで、絶対にグローブを磨かない男がちゃんとこういう風にシュッシュッシュッって、それだけでいいんで、言い方すごい、すごい言い方悪いですよ、すごい言い方悪いですけど、磨くのが好きじゃない人でもこれがあればグローブ長持ちしますっていうところを翔平さんが磨いてくれたおかげで、まあ、そういうのも示せたのかなっていうような感じがします。はい、翔平さんありがとうございます。ちょっとじゃあ軽くもう一回やってみますか。
ポケット下あたりにちょっとシュシュッと5プッシュぐらいかな。もうすでに入ってるのでそんな多くは吹っかけないですけど、はいと。でちょっと伸ばします。で翔平さん使った後の、ま、オレンジだと分かりやすいかな、こんな感じ。まあちょっとねやった後にキャッチボールは今軽く2人でしてたんで、それでちょっと擦り切れたのもあったみたいなんですけど、塗った直後オレンジ色のグローブだとこんな感じになります。で翔平さん、これで俺もう磨かなくていいですか。いやいやいや、お願いしますなんでやってみたんですか。大井くんからいただいたっていうのもあるし、はいはい、これだったらなんかあの部屋の中でやっても匂いがほら、あー確かにそれはあるんですね。こもんないとか、普通の固形オイルで、うん、とか汚れ落としって石油系の匂いが強い、言い方悪いと物によっちゃ死んだ系の匂いもするのあるじゃないですか。それが俺嫌なんだよ。まあグランドで磨く分にはああいうのっていいんですけどね。確かに、まあ、家の中でまだ寒いですし外磨くっていうわけでもないのでってなったら、確かにこれは、うん、全然匂いじゃん。あとはあの磨く用のタオルとかを、はい、あの調達できなかった昔俺は。使い古したタオルでいいんだけどねそういうのってね。あとは手が、あとは手がベタベタするとか汚れて、手洗ってもなかなかベタベタしたままみたいな、うんうんうん、がその辺がすごい嫌だった。なるほどなるほど。これちょっと僕別の使い方として一個ありかなと思ったのは、スッキリクロスみたいな、染み込ましてパーってやってこれポリって捨てちゃうっていうのもありなんじゃないかなって。液体テープなんでそれができるかなっていうふうに思うんですよね。まああくまでこれちょっと僕の一つのアイディアっていうか、なんていうかふと思ったことなので、ちょっとそれでもやってみたいですね。僕も買おうかなこれは。ちなみに一つ言っていいですか。はい。それ 200ml じゃないですか。うん。俺これその原だともう一個のグローブしか俺使ってないんですよ、うん、だから減りがめっちゃ早いんですよ。なるほどね。だから今倍のやつ出たじゃん、買うならそっちの方がいいかもしれないと思った俺がね。はいはい、この俺がそう思っちゃった。お試しで買ってからいいなと思ってでかいの買うのももちろんありだと思いますし、もう最初から決めつけてこれはいいって、まあ僕が買うなら僕も確かにでかい方買うかなと。まあ今使わせてもらったんでね、っていう点ではまあ一番いいのはモンタンさん行ってゴディスポクにいろいろ聞きながら買ったりするのがいいのかな。まあ土曜はいないんで、うん、だけどまあ水道以外はいると思うんで、うん、そこで検討するのはいいかもしれないですし、良平さんはこの後モンタナさんに行って、うん、大きいのを買って帰っていただいてそうですね。これはちょっと僕今までずっと液体タイプのプロテオス使ってたんですけど移行になるかなとまあプロテオスはプロテオスの良さありますけどね。ということで、まあ、本日はこちら橋の上チャンネルリズゴリスポ監修 GS のグローブオイルクローザーの紹介をさせていただきました。本当にいい商品なので皆さんもぜひご購入してみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではあらしゃー。Ha ha ha!